皆さんこんにちは。株式会社マミーテレサ開運お掃除コンサルタントのギブソン悦子です。今日は、クリーンウィズミーということで、洗面所のお掃除をやっていきたいと思います。使う道具なんですけれども、まず、水拭きの雑巾、メラミンスポンジ、それからお掃除用に使っている歯ブラシ、から拭きのマイクロファイバー雑巾、それと、私はこのメソッドオールパーパス、というのを使っております。これは洗剤ですね。で、あとこちらカビ取り剤、こちらを使ってお掃除をしていきます。今日はこの鏡の中にあるものも、全部出してお掃除していきたいので、まずは全部出していきます。はい、どんどん、中のものを洗濯機の上に出していきます。ここははっきり言ってあまり考えないで、どんどん出していって構わないかと思います。はい、物がですねそんなにたくさんないとこれも結構早くできるんじゃないかなと思います。トレイ、外せるものは全部外して、トレイなどはシンクの方に入れてあります。ここでメソッドを使って、スプレーしてですね、トレイの方にもスプレーをしております。で、ここでメラミンスポンジでこすっていますけれども、普通のスポンジで全く構いません。液だれとかがあるとですね、こびりついたり色が変わったりするので、早めにお掃除をして液だれなんかは取っておきましょう。トレイは水でゆすいで、伏せておきます。で、ここで水拭きで今度は中を拭き上げていきます。はい、そうですね、側面も、下の部分も拭きながら進めていきます。ちょっと洗剤残ってる感じだったので二度拭きをしました。今度は簡単にですね、ざーっと二度拭きをしております。はい、そしてここで、そうですね、トレイも水拭きをして、から拭きで今度は水分を取っていきます。トレイの方もから拭きをしました。そしてトレイは戻していきます。はい、戻りましたら今度は、物を収めていくんですけれども、物を収める時にすでに使っていないもの、もう使っていないような化粧品や、それからまあそうですね、歯ブラシとかですね、いらないものはまめに断捨離、捨てておきましょう。で、ここで私歯ブラシスタンド洗い忘れるのを思い出しまして、歯ブラシスタンドも洗っております。ペーパータオルで水分を取って、歯ブラシを収めていきます。そうですね、歯ブラシもですね、いらないものはどんどん捨てると。なんか歯ブラシだらけになってる歯ブラシ立ても見たことはありますけれども、できるだけ物はいらないものは捨てていきましょう。はい、で、戻す時にですね、ボトルの液だれ、汚れなんかも取りながら戻していきます。はい、できればですね、ボトルはちゃんと前にこうラベルが来るようにきれいに揃えて入れていくと、こうピシッとしたエネルギーになるかと思います。はい、戻しまして、ですかね、すべて戻りましたら今度は戻っていないですね。はい、今度はですね、鏡ですね、洗剤をつけて、今これメラミンスポンジでこすっちゃいましたけれども、普通に水拭きでいいかと思います。メラミンスポンジが使えない洗面所の鏡がありますので、必ずよく、注意書きを見てください。で、今度はシンクの方に移っていきます。ヘアキャッチャーに、カビキラーをスプレーしておいて、少しぬめりを取るようにしています。
で、シンクの方はメソッドをかけて、メラミンスポンジでこすりました。それから細かいところは歯ブラシで、こすっています。ヘアキャッチャーの方もあのザル部分がありますので、そこをよく歯ブラシでこすって落としています。ね、細かいところがありますので、やっていきましょう。そして、シャワーでですね、洗剤を流していきます、はい、そして水拭きで、拭いていきます、ね、全体を水拭きで拭いて、そして今度はから拭きで、鏡から拭き上げていきます。鏡とそれから蛇口部分ですね。光るところはから拭きでしっかり光らせるというのが、こう、まあ、最後出来上がりがきれいになるコツかと思います。はい。そして、ボトル類ですね。ボトル類も拭き上げて、でいきます。コップも拭いておきましょう。はい、お掃除が終わりました。こんな感じで綺麗になったかな。ピカッとしてますかね。中もお掃除してあります。いかがだったでしょうか。結構狭いので、洗面所はやりやすいかなと思います。うちの場合はこう洗面所の横に洗濯機があるんですけれども、洗濯機の上がに何も乗ってなければ結構これ早くできると思うんですけれども、たくさん物が乗っているとこの中の行き場所がないので、洗濯機の上はきれいになっているとお掃除がしやすいかなというふうに思います。どうしてもですね、置き場所がなければ、まあ、床の上に何か敷いてその上に乗せても出してもいいかなというふうには思います。はい、この動画が良かったと思いましたらチャンネル登録、グッドボタン、それからよろしかったらコメントの方をよろしくお願いいたします。コメントにご質問いただいた場合はお答えしたいというふうに思います。開運お掃除コンサルティングでは、神奈川県都内もしくは近郊の方のですね、整理収納お片付け、サービスを行っております。遠方の方には遠隔サポートということで、家事やお掃除のご相談、またはご自分のお悩みですとかやりたいことへの夢への、チャレンジなんかを、後押しするサービスをしております。どうぞ動画説明欄の方にブログがございますので、そちらの方をご覧になってご興味があったらお申し込みください。それではまたお会いしましょう。さようなら。